ブラックスワンさんの夢にダイブする準備はいいですか？さあ目を閉じて額を泡に当ててください。ああ旅立つ前にかの優雅な女性から伝言を預かっております。これは少し特別な記憶、他のお客さんが楽しめるよう誰にもこの結末を言わないで。どうやら殺人事件のようね。殺人、耳なじみのない言葉だな。ファミリーの保護下にあるピノコニーではいかなる死傷者も現れるはずがない。たとえ夢の中で鉄槌に何度も何度も撃たれても、せいぜい現実のホテルで目を覚ますだけだ。果たしてそれはどうでしょうか。実際に死傷者は出ていなくても殺意は明らかではありませんか。あなた方が現場を封鎖したのも事件の重大さを感じたからですよね。ああ、仮に現実で怪我をしなかったとしても、普通は路上を歩くだけで土に打たれはしない。ピノコニーでは決して起こってはならないことだ。二人はオーク家が送り込んだ探偵だったな。なら現場の調査を任そう。私は近くで指示を待つ。お姉さん、一体どんな手を使ったのです？あっという間に僕たちを探偵だと信じ込ませるなんて。記憶に暗示をかけただけ。みんなの記憶の中に同じ出来事が存在すれば、それは事実となるのよ。そうね、説明を聞くより自分で体験してみる？いえいえ結構です。その力は敵に向けて使ってください。それじゃあ次はあなたの仲間についてお話を聞きましょうか。ガーデンのメモキーパーちゃん、前々から気になっていたの。ホテルにチェックインした時からずっと陰で花火を覗き見てたでしょ。無境に入ってもしつこく付きまとってくるし、商店街のショーウィンドウからエディオンパークの水面も、ましてやグラスにまで君が映るんだから、もう最悪。ねえ、もしかして花火のこと好きなの？ふーん、いいよ、そんなに花火が恋しいのならゲームをしよう。オーディショッピングセンターの近くに謎を置いてきたよ。それを解いて花火を喜ばせてみて。それができたら会って話をしてもいいかな。あんまり花火を待たせないでね。ピノコニーがめちゃくちゃになる前に見つけてごらん、捕まえてごらん、止めてごらん。実際のところピノコニーへやってきたメモキーパーは一人だけじゃない。おそらく彼女は私を他のメモキーパーと間違えたみたいね。ま、別に構わないけれど、お面が言っていた場所はここね。ただ花火さんの言うゲームがピノコニーの道端で無差別殺人を行うことだったなんて。こうも真っ向から挑発されたらこっちも負けていられないわ。お姉さん勘弁してください。この散歩本当に何も知りません。頭の中まで見せたではないですか。僕はただ友人として彼女の代わりに手紙を届けただけです。
まさか手紙が宣戦布告だとは本当に思いませんでしたよ。ほら、戦争でも死者は切らないという暗黙の了解がありますよね。もう僕を解放してください。このゲームはさすがにハードルが高すぎます。僕の手には余ります。かなり怯えている顔ね。安心して。本当に無関係なら私もあなたを困らせたりはしないわ。散歩に付き合う程度だと思ってちょうだい。やれやれ、どうやら探偵女子になる運命からは逃れられないようですね。はあ、まあいいでしょう。知りたいことがあれば何でも聞いてくれ。被害者の身元は？スターピースカンパニーの社員で、名前はシャマリ。目撃者の証言によると、身幅の広い服を着た大男がシャマリとすれ違った瞬間、土で突然襲いかかったらしい。シャマリは即死し、夢から目覚め、犯人もすぐさま姿をくらました。聞いただけで花火の仕業だと分かります。彼女、他人に化けるのが一番得意なんですよね。あそこにいる二人のおチビさんは？犯人がどこからかさらってきて、わざとここに置いていったようだ。本当に腹立たしい。公序良俗なんて考えは頭にないようだ。あいつらずっと喋らないんだ。二人が口を開けてくれるといいんだが。どうやら花火が残した謎のようですね。何か手がかりはあった？突発的な事件だったから特に役立つ手がかりはないんだ。残されてたのは犯人の凶器と被害者の ID だけ。凶器を現場に残していったのは私たちを挑発するためだろうな。忌々しい。シャマリさんは今どこに？彼に会えるかしら？それは難しい。オーク家が彼にメンタルケアを施した後、シャマリさんは夢の中では奇妙な出来事が何でも起こるのだと理解し、すぐさま別の夢にバカンスへ行ってしまったからな。だから邪魔しないでやってくれ。お客様の体験を優先しないと。シャマリを見つける頃にはもう花火によってピノコニーの半分が現実世界に送り返されているかもしれませんね。結局花火さんのゲームに付き合わなければならないようね。ブラックスワン様、お待ちしておりました。オイラはここの与力で、隣にいるのは捜査に協力してくれる同心ですね。おや、コールドフットか。裏切ったね。喋るんですか？お姉さん、やはりこいつらの狙いはあなたです。おめえは黙ってよ。ブラックスワン様はどえらい聡明なお方だと聞きやす。きっと花火様殺害事件の真相を解き明かせますぜ。花火様殺害事件？被害者はスターピースカンパニーのシャマリではないの？違いますよ、ブラックスワン様。被害者は金槌家の当主、金槌花火様です。どうやらこれは花火さんが手掛けるショーで、実際の事件との関連はないみたいね。金槌は彼女の名字なの？聞いたことないですね。でっち上げだと思います。僕に言わせていただくと、花火も偽名でしょうね。本来であれば本日は金槌の館で3名の武士を迎える日ですが、武士たちが館に入ると出迎えたのは花火様の死体だった。花火様はハンマーで頭を潰され、その場で命を。なんてひでえ話なんだ。私の調査によると、
3名の武士はある貨物を領地内まで運ぶ予定でした。ですが道中で山賊のアナイアレイトギャングに襲撃されたそうです。3人はやっとのことで逃げ出しましたが、貨物はほぼ奪われました。ですので処罰から逃れるためにどの武士にも花火様を手にかける動機があります。ということは3名の武士が共謀して殺人を犯した。捜査終了。いやいや、犯人は一人であるべきだ。3人が犯人だと事件として面白く、ちっとばかし待て。辻褄を合わせることができないのなら諦めた方が賢明ですよ。そうだ、3人は副将ら座をめぐって争ってたんだ。対立関係だった3人が手を組むわけがねえ。だからよ、きっと単独犯だ。うまく合わせたとは言えませんね。いくら3人の仲が悪いとはいえ、調査を始めてください。現場には手がかりがいっぺん残されてますから、きっと犯人は見つかりやすい。事件に関する書類をまとめましたので、容疑者の情報は全て私に聞いてください。ブラックスワン様、この事件の3名の容疑者を紹介いたします。ゾロ、ショウさん、ユーです。ゾロは花火様の部下の猛将で、勇敢に山賊に立ち向かいましたが、不幸にも右手を切られてしまいました。今は左手で文字を書いたり箸を持ったりする練習をしています。かわいそうですね。ショウさんは肝が小さく、山賊に遭遇しすぐ背を向けて逃げ出しましたが、岩に激突して顔全体がめちゃくちゃになりました。彼は街でも稀に見る美男子だったのに、惜しいことです。最後はユー、欲張りなやつで、せっかく逃げ切ったのに残りの貨物を自分のものにしようと山賊に全部奪われたと嘘をついた挙句、ゾロとショウさんは怒って彼の足を折りました。ちょっと待ってください、いきなり情報量が。何が何ですって。覚えられましたか、ブラックスワン様。もう一度話しましょうか。結構よ、全部覚えられたわ。さすがメモキーパーですね。おやま、このハンマーかなりの重さですね。となるとこれが花火様殺害事件の凶器で間違いないでしょう。花火さんもこれでシャマリを襲ったのでしょうね。僕両手を使ってもモテそうにないのですが、花火はどうやってこれで人を殺したんです。見てください、ID カードです。人材奨励部シャマリ。被害者のものでしょうか。シャマリさんが夢から目覚めたのだから、彼の所持品も夢から消えるはずなのに。これは花火さんがわざと残しておいたものでしょうね。彼女が誰かを襲った証拠として。証拠はこれだけですか。これじゃ謎を解こうにも解けないですね。ご飯、驚きましたよ。どこから出てきたのです。
君たちは2つの証拠、シャマリ殺害事件と関係のあるものを見つけた。花火は物に意味を持たせるのが得意でね、それらを謎の手がかりにしたの。でも他にも手がかりはあるよ。ただ目立たない場所に置いただけ。どうしてそんなことを？現場に余計なものをたくさん置いたら調査の邪魔になるでしょ。花火は法をちゃんと守る善良な市民なんだから、絶対に迷惑をかけたりしないの。はいはい、わかりました。花火さんは調査に面白さを加えたいのね。ならばその行為に甘えましょう。さあこちらへ、探偵助手さん。うん、この小さな装置は何に使うのか説明してもらえない？ボタンに見えるのだけど。ちょい待ち、ブラックスワン様、絶対に収めいでください。こいつは花火様が残した相互保証破滅ボタンですね。押した瞬間、花火様はピノコニーと一緒に消えてしまいやす。で、花火様も同じボタンを持ってんでさ、彼女がボタンを押すとブラックスワン様はピノコニーと一緒に消えてしまいやす。どっちも違いはないように聞こえるけど。確かに違いはねえです。なんでやねんって聞こえねえんですか。え、じゃあなんでやねん。公平だからでい。なんでやねん。これはまた何です？ぬいぐるみ？見た目がなぜ請求列車の車掌なのかはさておき、このぬいぐるみも事件と関係あるの？ブラックスワン様は詳しくねえかもですが、推理門ではこれを燻製ニシンの虚偽といって、重要なことから注意をそらす手法なんですぜ。なるほどね。でもそれを伝えてしまったら無意味じゃないかしら。そいつは、お二人は花火様の優れたお考えを察せず、使いに手がかりだと思ったらやべえから。ありがとう。じゃあ燻製ニシンに惑わされたことにするわ。あら、このぬいぐるみも事件と関係あるの？そこまで合わせる必要はないと思いますよ。これは花火さんがヒントを残してくれたみたい。先ほどまでは古風なストーリーだったのに、いきなり顔認証システムですか。彼女らしいとしか言いようがないわね。他の手がかりはもうないみたい。現場に戻りましょう。次は犯人を見つける番ですね。ですが、どの証拠品を見ても犯人を特定できるものはないようですが、ゾロって人は確か手を切られたんですよね。ショウさんって人は確か顔がめちゃくちゃになったんですよね。ああ、ユウという方は印象深いですよ。
確か足を折られたと。逆に考えるのはどうかしら。誰が犯人かではなく、犯人ではないのは誰かと。だって容疑者は3人しかいないし、消去法も悪くないと思うわ。おや、その口ぶりからすると目星がついているのですね。早く聞かせてくださいよ。で、犯人は誰ですか？翔さんって人は確か顔がめちゃくちゃになったんですよね。顔に重傷を負うなんてかわいそうね。たとえ美貌を取り戻せても、しばらくは顔に包帯を巻いて生活することになるでしょう。となると、金槌館安全規制の顔認証システムを通過できないはず。なら翔さんが犯人のはずがないわね。で、犯人は誰ですか？ゾロって人は確か手を切られたんですよね。与力の話によると、ゾロは利き手に重傷を負い、左手で生活することを余儀なくされたという。そんな彼にあの巨大なハンマーを振り回すのは難しいでしょう。いいえ、むしろ不可能だと思うわ。ゾロの容疑が晴れたわね。となると、犯人はユウとしか考えられません。簡単すぎますね。早く与力に結論を伝えて反応を見ましょう。ブラックスワン様、調査を始めてください。現場には手がかりがいっぺい残されてますから、きっと犯人は見つかりやすい。真犯人はユウさんよ。ピンポンピンポンピンポン、正解。さすがブラックスワン様。そんじゃルール通り、次の謎までご案内しやす。で、次の謎ですって？約束と違うのではありませんか？どうやら謎そのものを解くのではなく、花火さんの奇妙な行動に隠された本当の意図を見抜けるかという勝負のようね。見抜けなかった場合、このゲームは永遠に続くと思うわ。一つ忠告させていただきますが、花火は仮面の愚者ですよ。仮面の愚者から合理的なものを見つけるおつもりですか？ええ、そうよ。たとえ主観的な法則がなくても、行動には一定の共通性が存在する。記憶は嘘をつかないもの。むしろ花火さん本人よりもその本質を分かっているかもね。とりあえず彼女の思惑通り、次の謎に向かいましょう。今回はハウンド家の前につけるといいわね。できればメモキーパーの力は使いたくないもの。一つ気になったのですが、いいでしょうか？一体どうして花火の挑戦にここまで身を入れるのです？それともまさか興味を持ったのは花火本人ですか？言ったでしょ、負けていられないって。メモキーパーとしての責務もあるわ。十分に面白い記憶を収集しないとね。うわ、一面散らかっていますね。そしてあそこにいる変な二人組、ここで間違いないでしょう。誰もいない。おそらく花火さんは
また同じ方法で夢を見ていた人を現実世界に送り返したのね。まずはあの二人に話を聞きましょう。おっと、ブラックスワン刑事、サンポ刑事、とうとう顔を見せる気になったのか。もう、あなたたち二人なしではどうすることもできないわ。おや、どうしてそんな喋り方なのですか。このサンポにはわからない芸術でしょうか。喋る？喋り方がどうかしたのか。副社長も俺の喋り方が変だと思うのか。そんなことないわ、所長。あなたの喋り方はおばあちゃん家にあるリンゴの木の下でくつろぐ猫みたいに普通よ。今回は現代劇ね。早速今回の事件について話そう。事件の被害者は花火という名の銀河不祥で。また花火ですか。どうしてそこまで自分を殺したがるのか理解できませんよ。おお、笑いの神様よ。あんた、もう一度この俺にケチをつけたらそのケツを蹴飛ばしてやる。花火様は新しいネクタイを買おうとこの店に来た。しかしフィッティングルームに入ってから長い間出てこない。店員が様子を見に行ったら花火様の死体を発見したのだ。彼女はフィッティングルームで誰かに絞め殺されていた。そして現場には3人の容疑者がいる。ピピシの店員ユウ、古族のギャンブラーショウさん、そしてオムニック不祥ゾロだ。またこの3人だわ。覚えやすいだろう。今回は種族の詳細まで追加しておいた。区別がつきやすい。さすが花火様、優しい。最後に監視カメラと目撃者の証言、そして証拠 ABCD その他もろもろから犯人は必ずこの3人の中にいると分かっている。そして決して凶暴ではない。もう辻褄を合わせる気がありませんね。おお、笑いの神様よ。これ以上あんたみたいなやつと話すと俺の清らかな魂まで汚れてしまう。ブラックスワン刑事、資料室はこちらよ。容疑者について詳しく知りたい場合は私に話しかけてね。あなたならきっと霧を晴らして花火様を殺害した犯人を見つけるはずだわ。では紹介するわね。この事件の容疑者たちの身元はどれもあまり複雑なものじゃないわ。まずは店員のユウ。彼はピピシ人で身長は花火様の腰までしかないの。それでよくバカにされていて殺意を抱くほどの憎悪を持っている。次は不祥のゾロね。彼は今ピノコニーの商業グループに加入しようとしていて花火様とはライバル関係なの。殺人の動機になるかもね。そして最後はギャンブラーのショウさん。とあるギャンブルで花火様に負け自分の家宝を差し出した。だから花火様に恨みを抱えていると思うわ。以上が3名の容疑者の情報よ。もう一度話した方がいい？結構よ、全部覚えられたわ。地面に帳簿が落ちているわ。花火さんが残したものでしょう。帳簿の扉には先活人の名前でしょうか。コードネーム？帳簿の持ち主みたいですね。この先活さんが今回花火に狙われた被害者みたいね。ネクタイね。先ほどの寸劇で被害者は絞め殺されたと言っていました。今回はこのネクタイが凶器でまた他の何かと意味をかけているのでしょうか。ネクタイにゾロ様御用と書いてあるわ。
花火さんの私物のようね。ご用の使い方間違ってますよね。どうやら最初の事件と同じく現場にはこの2つの証拠しかないようですね。残りはまた彼女が隠したのでしょうか。そう、捜査の邪魔をしたくないからね。邪魔したくないと。これほど法を遵守する善良な市民がどうして実施をしてくれないんでしょうね。椅子ですね。特に変わったところはないようですが、おや、上に小さな足跡が。それもクレヨンですよ。これ普通の人の半分サイズね。ピピ詩人が残したもののようだわ。それか絵を描くのがとても上手かですね。なんか匂いますね。魚の燻製が地面に転がっていますよ。サンポさん、よく見て。これは極上の燻製ニシンよ。冗談もほどほどにしてほしいものです。私が知っている愚者の中でも花火さんのユーモアは飛び抜けているようね。仮面の愚者をそんなに知っているのですか。そんなには知らないわ。四五人といったところかしら。私はね、日差しを浴びている暖かくて幸せな記憶が好きなの。けどそれって普通善良な人が持っているものだから。この時計は開けてみましょう。中に指輪が入っていました。これも一応証拠ですよね。どうしてわざわざからくり時計の中に入れてあったのでしょう。それはな、被害者の口の中で発見されたからだ。現場を再現してるとでも思ってくれ。被害者の口の中から。おや、指輪の側面に文字が刻まれています。うん、硝酸加電。他は特にないみたいですね。ここを離れましょう。あなたには感謝しないとね、探偵助手さん。ただ今回の事件少し変な感じがするわ。犯人は誰だか分かりました。ええ、ただの直感に過ぎないけど、とりあえず所長に報告しましょう。おお、笑いの神様よ。ブラックスワン刑事がこんなにも早く戻ってくるとは。どうだ、犯人は見つかったか。ええ、そんなところよ。さすがブラックスワン刑事、フランクおじさんの車庫に巣を作ったカササギのように俊敏だ。ブラックスワンもカササギも鳥は鳥ですからね。では聞こう、犯人は誰で、その証拠は。この事件に犯人なんて存在しないわ。どういう意味だ。証拠はこの指輪であっているわよね。ああ、それで間違いないだろう。
指輪を取り戻そうとフィッティングルームに入ってきた翔さんを見て、花火様は悪あがきをせんと指輪を飲み込んだ。しかし、まさかその指輪で喉を詰まらせてしまうとは。だが、翔さんは人がいい。借りたネクタイで花火様の喉元を絞り、指輪を押し出そうとした。ただ残念なことに、すでにもう手遅れだったようだ。なんという悲劇。あんたのような頭脳明晰な探偵がいなかったら、三人の容疑者は濡れ衣を着ることになっていただろう。なんだか違和感がありません。どうも簡単すぎる気が。まあ最初の事件もそう難しくはありませんでしたが、これはさすがに。ええ、あなたの言う通りね。おそらくこれらの証拠が指し示す内容はいずれも正解にたどり着くようになっている。つまり花火さんが用意したもう一つのいたずらってところかしら。探偵助手さん、誰でもいいから容疑者を言ってみてくれる？なるほど。所長、犯人はゾロで、証拠はネクタイ。これで合っていますか？ビンゴだ！やるじゃないか、損保刑事！あんたが真相を言い当てるとはな。所長、犯人は U で、証拠は椅子。これはどうでしょう？ブラボー！笑いの神様よ！損保刑事にこんな頭脳があったとはな。じゃあ、そもそも犯人はいなかったなんていうのはどうです？証拠はあの指輪で。ああいえ、やっぱり何でもありません。聞かなかったことに。オーマイガー、副所長、彼は天才なのか？このような謎をあっさりと解決してしまうなんて。ほらね、花火さんは私たちに全ての選択肢が正解という謎を出してくれたのよ。そんなしかめ面してどうした？花火様は仮面の愚者であって仮面の天才ではない。難しい謎に挑戦したかったら博識学会にでも連絡してくれ。俺たちが提供できるのはエンターテイメント性のある推理体験だけだからな。まあ、それは置いといてだ。名探偵ブラックスワンは事件を見事解決した。花火様が用意した次の謎を二人に伝えよう。やっぱりキリがないですね。どうしましょう？じゃあな、グッドラック。おっと、そうだ、もし急いでなければ二人が選ばなかった答えを教えてやってもいいぞ。あなたの予想通りでしたね。謎はただの見せかけに過ぎない。あの子は僕たちで遊んでいるだけのようです。どうします？このままだと振り回されるだけですよ。花火さん面白い人ね。彼女の心は複雑なようでとても分かりやすいわ。舞台に立った霊人のように、かまってほしいとねだっている子供みたい。もうじきゲームは終わる。今度こそ追い詰めてあげる。ブラックスワンさん、サンポさん、やっと来てくれましたね。私はピノコニーの名探偵、隣にいるのは私の探偵助手です。実はここで我々も手を焼く密室殺人事件が起こってしまいました。予想通りというか、また設定を変えてきましたね。昨日私と助手は大芸術家である花火様を訪ね、彼女の屋敷で一泊しました。ところが翌朝、花火様はいくら待っても寝室から出てきません。
執事の少佐によると部屋のドアは内側から鍵がかけられているとのこと。本来なら邪魔をしてはいけないのですが、花火様は寝坊なんてしないお方。それにいくらノックしても中から返事はありませんでした。その瞬間、私は事件の匂いを嗅ぎ取り、思い切ってドアを破り部屋に飛び込んだのです。すると部屋は血だらけで、その真ん中に横たわる花火様の死体、彼女の雪のように真っ白な顔を見るに、死後かなりの時間が経っているのが分かりました。私は慌ててそばにあったキャンバスで花火様の血を止めようとしましたが、ああかわいそうな花火様、もう私たちとは永遠に離れ離れ。屋敷にいたのは私たちの他に執事の翔さんと料理人のゾロ、それから運転手のユウだけ。おや、ブラックスワンさん、どうかしましたか？おそらく今花火さんは入念に次の事件現場を準備しているのよね。こんな手間のかかる過程は省いて、心から話してみるのはどう？ちょっとムズムズするかもしれないけど。待って。素直な子ね。どこにいるか分かったわ、花火さん。ズルはダメですよ。どうしたの、探偵助手さん。なんだか慌ててるみたいだけど。いや僕はその、密室殺人事件ってこれまた面白いですね。行きましょう。女の子を待たせるのは良くないもの。待って、ブラックスワンさん、ちょっと待ってってば。花火様から最後に一つお伝えすることがあります。じゃじゃーん。こっからはショーの中でも最もロマンにあふれた心躍る部分、観客への挑戦じゃん。みんな知っての通り、怖い仮面の愚者花火は他の人の姿に化けることができるの。そしてこのショーで悪役の花火ちゃんはもうすでにある人物に変装してる。そこで問題、この人物とは誰だ。そうそう、メモキーパーちゃんは密室殺人事件に挑戦したくないみたい。でも大丈夫、もし興味があったらぜひ推理してみて。花火すっごく頑張って考えたんだから、無駄にしたくないんだ。以上、仮面の天才花火様の挑戦状でした。すべてのピースは揃った。諸君、良い狩りを。お姉さん、こんな手があるならどうしてもっと早く使わなかったんですか？こういう乱暴なやり方は私の記憶の美学に反しているからよ。でも時には目的をなすために家庭へのこだわりを捨てる必要があるわ。あの妙なスイートドリーム劇団は見当たりませんね。地面に証拠も散らばってない。やっと追いついたってことでしょうか。おや、あれはベロブルグのゴミ箱？ピノコニーなのに。ヨー、メモキーパーちゃんにコールドフー、やっと来たか。まさか前の謎をスキップするとは。あれは花火様の自信作だったんだがな。ま、寛大な花火様は多めに見てやろう。さ、こっちに来な。最後の問題だぜ。朝は4本、昼は2本、夜は3本、これなんだ。殺人事件じゃなくなってるわね。たまには気楽に行こうぜ。さあさあ、かわいこちゃん、答えてみんしゃい。あなたがそんな姿で目の前にいるってことは、答えはゴミ箱。これでどう？ブッブー、不正解。奇抜な答えを言えば当たると思ったら大間違い。正解は花火だ。
朝は眠くて起きられない。昼はあちこち走り回る。夜は疲れて四つん這いになっているのに、片手を持ち上げて歯を磨かなければならない。かわいそうな花火様。だから朝は4本、昼は2本、夜は3本ってな。めちゃくちゃですね。かわいい答えじゃない。褒めてくれてありがとう。でもでも、さっきズルしたから今回はそう簡単にいかないの。不正解だった可愛子ちゃんを待っているのはおしあきです。びっくりしましたよ。何なんですかこいつ、急に襲ってきて。返事がないようですね。やっと静かになりましたか。お姉さん、早くその蓋を開けて小娘を引っ張り出してあげましょう。待って、まだ動かないで。様子が変だわ。花火を殺してしまったのですか。そんなバカな。ピノコニーの夢では死人が出るはずないのに。ガーデンオブリコレクション、あなた何をしたのですか。はあ、お姉さんがやったんですよね。夢の中で人を殺すだなんて、記憶の力でしかできないことです。最初から計画にあったんじゃないですか。花火がいたずらしたから、あなたをおちょくったから殺すことにしたんでしょう。ああ、今わかりました。あなたがこうして僕を連れ回しているのも、これに巻き込むためですね。もし僕が応じてなかったら、きっとこの子と同じ目に。ピノコニーの麗しき夢の中に死は存在しない。これはファミリーの約束であり、調和の加護でもある。それはたとえメモキーパーでも破れない障壁よ。ここまでする必要はなかったのに。あなたが確かめたかったのはこれだけ。答えは教えてあげたわ、花火さん。花火さん、誰に向かって話しているのですか。あなたよ。もうすでにある人物に変装してる。それはあなたのことでしょ、サンポさん。そんなの言いがかりですよ。僕が花火だとしたら、証拠を出してもらいませんと。ああ、証拠は難しいかもしれませんね。ならば、推理でもいいですよ。最後の事件のヒントが、一連の全容を少し鮮明にしてくれたわ。ああ、密室殺人事件のことですか？あなたはあれを無視するつもりだと思っていましたが。あれは花火さんが苦労して作ったものでしょ。無視するにはもったいないわ。事件を解く鍵は、探偵が提示した2つの情報にあった。1つ目、現場には大量の血痕が残っていた。2つ目、被害者は死んでから明らかに長時間経っていた。私の拙い推理で導き出せたのは2つの結論。1つ、犯人は密室殺人というシチュエーションを作る必要がなさそうだったこと。密室には何らかの存在理由が必要になるけど、でも探偵の説明によると、
あの密室は死体の発見を遅らせることもなく、また第三者に濡れ衣を着せることもなかった。その上、現場が血だらけではとても自殺に見せかけることはできない。つまり犯人には密室を作る理由がなかったの。もしくは現場が本当に密室だったとしたら、その密室を作った人物が犯人とは限らないとも考えられるわね。二つ目の方はもっと明白だわ。ジョシュはなぜみんなが現場に入った時止血しようとしたのか。その道のプロだというのに現場の維持を破ってまで、明らかに何時間も前に死んだ人を助けようとした理由は？答えは簡単。あの探偵助手が犯人だからよ。あの時私はすぐに離れてしまって謎を最後まで聞かなかったけど、私の推理としてはこうよ。犯人は前日の夜に被害者を手にかけた。でもドアに鍵はかけなかったの。だから犯人は密室のことを知った時、殺したと思った相手が最後の力を振り絞り自ら密室を作ったのだとすぐに気がついた。それで彼はいち早く被害者のもとに駆けつけ、自分に不利な証拠が残されていないか確かめる必要があったというわけ。彼の行動から察するに、キャンバスが関係しているのでしょうね。おそらくダイイングメッセージがそこにあったと思うわ。もちろんこれは簡単な思考ゲームに過ぎない。謎なんてどうでもよくて、花火さんは私にある暗示をかけた。そう、犯人は探偵助手だってね。つまりあなたよ、サンポさん。私はずっとあなたのことを役名で呼んでいたけれど、そう呼ぶよう最初に誘導したのはあなただった。誰かに言われたことありませんか？あなたはメモキーパーよりも探偵にふさわしいと。私からすればどちらも本質は同じよ。水面の小さな波紋に沿って能力とテクニックをいくつか駆使し、深く潜って人の心の一番奥にある秘密に触れる。それを引き上げて大切に守るの。真実は嘘をつかないわ。記憶もそう。素晴らしい推理です。限りなく真実に近づいています。ただもう一つ明かされていない答えが残っているのですが、お聞きになりませんか？もう一つ？大芸術家の花火は寝室のドアに鍵をかけ、赤い絵の具であたかも血だらけになっているように見せるトリックを使った。そして最初に彼女の部屋に入り、その死を確認した探偵助手は犯人ではなく、彼女の死の偽装を手伝った共犯者です。残念残念、可愛子ちゃん、あともう少しで正解だったのに。本当に残念。正解は花火様の死体でした。花火は花火様の死体に変装してたの。じゃじゃーん、花火の勝ち。花火様の死体も登場人物の一人なの？別におかしくないでしょ。あの三つのショー全てに花火様の死体は出演してたんだから。
無理やり感のある印象付けではあるけれど、まあ認めるわ。で、このサンポさんは？綺麗なお姉さん、最初から言っているではありませんか。僕は本当に何も知らない。たまたま友人に手紙を届けに来ただけだと。なるほど。どうやら最初から愚者たちの罠にかかっていたのね。ねえ、そんなしかめ面してどうしたの？可愛い子ちゃんは楽しめたでしょ？少なくとも花火は楽しかったよ。君は記憶を、花火は憂鬱を、お互いから必要なものを手に入れた。これって気が合うってことだよね。それに君も花火も一人だからさ、花火と一緒に行こう。二人でダンスしない？あら、それは仮面の愚者が私に手を組もうと提案してきたと考えていいのかしら。ピノコニーでかつてないショーが始まろうとしてる。でもステージに上がるのが間に合わない人は舞台裏に身を引くしかない。このショーを心ゆくまで堪能したかったら、ステージの上に立ってスポットライトを浴びながら君を取り巻く踊りの一部始終を眺めるのが一番だから、花火と一緒に行こう。最高の観客席はその中にこそあるんだから。どうしてそうまでしてファミリーの垣根を壊そうとするのかは知らないけれど、前にも言ったはずよ。メモキーパーはあなたの力になれない。他を当たりなさい。あと、私はあなたが一人だなんて思わないわ。ああ、彼じゃなくてあなたの後ろにいるでしょ。あなたをピノコニーに雇った人は、あなたが他の勢力と裏で手を組むことなんて望んでいないはずよ。どうしてそれを？よく記憶を深海に例えることがあるわ。けど一匹の魚で二つの料理を作ったところで、海の魚そのものが口に合わない可能性だってあるでしょ。つまり花火を断るってわけ？メモキーパーちゃん、無事にここから出られると思う？あら、ダメなの？驚かせてごめんね。そのうち答えがわかると思うよ。今日は初めましての挨拶だと思って、いつか気が変わったらパブに会いに来てちょうだい。見つかればの話だけど。行こう。散歩？あれ？散歩って誰だっけ？ん？ん？おや、僕はベロブルグにいたはずでは？ほらね、どうしてダメなの？心配しないで。あまり乱暴なやり方は私の記憶の美学に反するから。私が二人の視界から消えれば、あなたたちは全てを思い出せる。それにごめんなさいね。お気に入りのダンスパートナーはもう見つけてあるの。これはこれは、実に素敵な夢でしたね。入れ子構造に気づきましたか？夢の中で舞台に立つとは、タジウムのように不気味で魅力的です。ブラックスワンさんの夢の穴はここまでです。こたびの体験にご満足いただけましたか？ええ、
私もこの夢は面白いと思います。その中で楽しみを得られたのですから、ブラックスワンさんもきっと喜んでくれるでしょう。次に彼女にお会いしたら好評であったことをお伝えしておきます。そうでした、この夢にはあなたのお知り合いが登場していましたね。ですが一つご忠告を、夢は夢に過ぎません。ピノコニーでは夢は加工されることもあれば改ざんされることもあります。夢の中の内容を鵜呑みにしてはいけませんよ。ましてや他人の夢であればなおさらです。確認したい情報があれば目の覚めた現実の世界でやった方がいいでしょう。では良い夢を。まったく本当に何かするわけないのに。あのメモキーパーのことは忘れて僕の話をしましょう。手伝うべきことは全部手伝いました。約束通り仮面を返していただけますね。いつから仮面の愚者も約束を守るようになったの？冗談冗談、その顔いいね。はい、これタブの穴蔵の鍵、左から三つ目の樽を探してみて。あ、花火が渡したとは言わないでよ。でもサンポちゃん、こんなに時間が経ったっていうのにどうして急に仮面を取り戻したくなったの？花火が知ってるサンポちゃんらしくないよ。あ、わかった、ヤリイロシックスに災いが訪れるとか。正解。それについてはノーコメントですが、あなたが言ったあの言葉は好きですよ。ショーが始まろうとしてる、でもステージに上がるのが間に合わない人は舞台裏に身を引くしかない。ごもっともです。この散歩もたまには舞台に立って拙い芸を披露したいと思いまして。もしどうしようもなくなったら連絡してね。花火は友情を重んじるタイプだから。それは遠慮させていただきます。ベロブルグに近づかないでいてくれた方が助かるので。何しろ花火さんが求める愉悦は僕では到底届きませんから。ではジョバンニによろしくお伝えください。僕はこれで。はいはい、言ってみただけ、気にしないで。まったく、どいつもこいつも。なんでしかめ面をするのかな。
Thank you.